とても怖いです。現痩せ話題の富田美優ファンの必要な非常識行動に苦言。ドアが閉まる寸前まで。女優の富田美優、23区が12日までにインスタグラムを更新。この日、あるファンのいたはすぎた動リーズを更新し、している駅や空港で待たれている方、お願いです。乗り換えの電車の中やタクシーのドアが閉まる寸前まで、非常識に後をつけるのはやめてください。 と必死に呼びかけ。続けて、以前も行き先の予想が時に対応を断りしてもなお、周年クア跡をつけられてしまい、とても怖いです。とファンの必要な行動に恐怖心を抱いたことを明かした上で、周りの方やあなたの怪我にもつながってしまいます。このような行動は本当にやめてくださいよ。おきっりとのを突きつけた。2015年公開のソロモンの偽証 で映画に初出演して以降、着実に出演作を重ね、全クールのだが、情熱はある、日本テレビ系では、南海キャンディーズのしずちゃんこと山崎テレビジョンドラマアカデミー賞の助演女優賞を受賞するなど、年々評価を高めている富田。また、作品ごとに体重を増減させるストイックさでも知られており、10月2日スタートの首里。 三十た目の役作りなのか、出始めの頃や昨年放送のマミヤ翔太郎、三十、主演ドラマ、ナン、no. バー MG5、富士テレビ、出演時と比べて、一回り以上激痩せした最近の姿も注目を浴びている。